こいつは風を操るのか。むしり。うわあ、吹き飛ばされそうだぞ。ええ、すごい風ね。でも。ええ、このぐらいならとっくに経験済みだ。そういや俺たちもっとすげえ嵐を何度も経験してるしな。ああ、あんなやつに俺たちは負けねえ。俺が。ゴムゴムのブレッド。準備 OK だ。やっと俺の出番か。俺に任せろ。コンカッス。やってやろうぜ。煙星。これは一筋縄ではいかなそうね。よし、交代だ。アームポイント確定。クラッお手柔らかに頼むぜ。グランデ。準備はできてるぞ。これで大丈夫なはずだ。お前を倒す三段はつけてきた。ウソッペッパフォーム。グランデ。
いね。これだ。ありがとう。お、いってゴムゴムのブレッド。くそ。さて、お手並み拝見だな。うん、グランデ。さあ食え。その程度だ。怖くなんてねえぞ。これ食ってくれ。ありがとう。おう、まずいわね。こいつ強いわ。肩慣らしといくか。二刀流、よい。羅生門。ちょっとは本気出さねえとな。ここで倒れちゃ立つ。なめんじゃねえ。効かねえな。これでも食ってろ。てめえの感謝。誰か早く止血を。その程度だよ。クソ、違う。ディアブルジャンブ、フランバージュショット。その程度だよ。ところでやられてちゃルフィが困るんだよな。それ助かった。俺がゴムゴムのジェットバズーカ。医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。助かった。誰か
ぞ。さて、お手並み拝見だな。グランデ。さて、お手並み拝見だな。やばいかもな。このゴムのジェットバズーカあのく俺大丈夫、もしもの時は調子がいい。やった。さあリムのところに持って帰りましょう。また何か難しいことを調べているの？あなたが2年間気象を学んだのはウェザリアと言ってたわね。この文字に見覚えがないかしら。言われてみればウェザリアの文献に使われていた文字に似ているかもね。でも似ているだけよ、全く読めないもの。文字は文化や歴史などによってあっけなく形を変えていくものよ。だけどその基礎となる部分は堅くなに変化しないわ。何が言いたいの？そうね、この島にはウェザリアと源流を同じくする人たちが暮らしていたという仮説はどうかしら。その人たちが記した石板なの？じゃあこの島の人は空島からやってきたってこと？この石碑だけではそこまではわからないわね。ただ何かの関係があったことは確かね。何？二体目の巨像もか。これはまずいことになってきたな。あってはならない歴史だ。知られるわけにはいかん。元帥を呼べ、話があるとな。結局ここって何を研究する施設だったのかしら。おそらくだが風だろうな。
なんせ風を操る巨像がいたんだからな。でも風と砂に何の関係が。あ、そっか、砂ぼこりを利用して風の動きを目に見えるようにしてたんだわ。